じゃあとりあえずね、今日10月5日って、値下げのね、中古の動画紹介しましたんで、今回はね、値上げに関するトミックスの方の動画撮っていきたいかなと思います。まあ、気づいたのがね、2日、今日5日だよな。今日5日なんで3日か。俺3日の火曜日にね、気づいたんですけど、2日の月曜日付でね、価格改定のお知らせっていう感じでおります。で、今回もね、また相当数の数が値上がるかなと思います。で、一応、トミックスね、過去に2度ぐらい値上げてるんですよね。なので、そこの、まあ、もしかしたら被る商品とかっていうのもあるかもしれないんで、その辺はね、ちょっとごめんなさい。スマホの方で、まあ、ホームページの、価格改定の部分見ながら、ちょっとね、こっちのタブレット画面の方で、ちょっと価格改定の方見ていきますんで、ちょっとね、被ったやつとかあったら、ちょっとお知らせしていきたいかなと思います。というわけでいきましょうか。今回の価格改定からは11月と、2月からっていうふうに分かれております。まあ、これ2月からっていうのはね、致し方ないのかなという部分ありますんでね、まあ、その辺の説明からまずしたいと思います。カプラとかの関する、11月ですね。まあ、例えばなんですけど、まあ、こういう感じ。アクセサリーとかレイアウト用品とか、まあ、パーツとか、まあ、モーターと、あと、まあ、カプラですね。これに関しては、おそらく、11月になった理由っていうのは、普通に、まあ、もう、そうですね。やむを得ず、もう値上げるしかないかなって感じですかね。で、パンタグラフだけが唯一2月になった原因っていうのが、おそらくなんですけど、先月の、鉄コレに関係してると思うんですよね。まあ、業者としてここは多分ね、まあ、あまりね、トミックスとかトミーテックを褒めることっていうのは、俺あまり好きじゃないんで、まあ、褒めることはね、一概にはしませんけど、まあ、先月新発表された、神戸電鉄とか、あと、そうですね、まあ、ちょっと1個だけ引っかかっちゃうんですけど、遠州鉄道の80周年ラッピングとか、まあ、基本的に先月発表された鉄コレっていうのが1月、2月の発売予定で出てるんですよね。まあ、その前の8月に発表されたやつが、京成とかっていうのが、まあ、基本的に12月、年内のベリーハッピードリンとかって感じなんで、まあ、その辺にだから、おそらく今現在製品発表しちゃってる、Nゲージの鉄コレ、まあ、そのパンタグラフ必要な製品っていうのが、おそらく1月末までの出荷っていうのが明らかに多いんで、まあ申し訳ないですけど、1種類だけね、どうしても2月の出荷にはなっちゃいますけど、まあその分のパーツはちょっと先にお買い求めくださいって感じになるかなと思いますけど、まあなのでね、今回、パンタグラフに関しては、あの製品発表しちゃってる都合上2月になったのかなという気がしますんでね。遠州鉄道のパーツ、その時にご案内しますんで、お待ちください。なので、ね、まあ値上がるけど急いでパンタグラフ買わなくていいよっていう、あの鉄コレ、おすすめの方にとってはね、まあそうですね、2月までの出荷分になりますんで、まあ、基本的だとイモンとか販売店、まあ、もしくは問屋に在庫があれば、まあ、ちょっとこの何月に発売される鉄コレのパンタグラフ、あの欲しいんですけど、まあ、在庫ありますかって聞いてみて、まあ、パンタグラフって1個大体4、500円ぐらいなんで、まあ、フル編成買ったとしても、まあ、おそらく1000円、2000円いかないぐらいだと思いますんでね、まあ、ちょっとパンタグラフは、今月、まあ、来週から、ちょうど木曜日なんで、来週発表のね、まあ、新製品情報から、ちょっとパンタグラフだけはね、早めに買うことを俺はね、動画の中でおすすめというか、まあ、推奨していこうかなとは思っております。はい、じゃあそんな感じですかね。一応今回これが多分おそらく1月2月に、ごめんなさい、11月2月に分かれたら言うかなと思います。だけど11月っていうのはアクセサリーですね。全63品になっております。単線化線中含め、三線化線中とか、まあ、橋脚とか、まあ、この単線トラス撤去とかね、軒並み値上げてますと。まあ、旧価格の税込みがそうですね、400円だったのが、この辺の、まあ、河川中なんかは100円値上げとか、まあ、この辺なんかすげえ中途半端なね、金額になるんですけど、これいくら ?1080 円とかそんなもんですかね。多分なんかそんな気がしますけど。11パッパ。そうですね、1080円ですね。まあ、だからまあ基本的には200円前後が。そうですね、まあ、税込みにすると200円前後はそうですね、値上がっちゃうかなって感じですかね。まあ、レールの側壁なんかも、まあそうですね、切りよく2000円プラスでと。そうですね、この辺も大体200、300円が税込みで、単線取らせてくるとか。だからこの辺は本当、レイアウト組んでる人とかはね、だからポポンのあるか、レイアウトもトミックスのね、圧倒的にパーツとか使ってるんで、ちょっとこの辺もね、今後、そうですね、ちょっとどうなってくるか、まあ危ないところかなっていう感じも、そうですね。するんで、まあでも、加藤、そうですね、レールに切り替えるんだったら切り替えるでね、確かにまあ、今後ね、ポポンの進展ができればね、あの加藤のレールに変えてくれた方がね、あの、スロットルトムさんの都合上はね、楽なんで、あれなんですけど。で、ちなみに、去年の11月ですね、トミックス、去年の11月にも、価格改定のお知らせ出しております。当時は12月出荷分って感じで出てたんですけど、レール114品、アクセサリー78品という感じですね。で、その時のアクセサリーで見ると、3007番ですね。今回、結番になっておるのは3007番、そして3026、あ、ごめんなさい、3026、28、これ今回また値上げですね。前回1650円だったのが、1910円になりますんで、まあ、たった2年間で、まあ、600円近い値上げと。で、770円だったのが902円なんで、こちらは400円ぐらいの値上げになってますんで、ごめんなさい、こっちはちょっともう、かぶってるやつなんで出してみましょうか。こっちですね。3026、27、ちょっと見にくいんで申し訳ないですけど、こっちですね。3026から28番。レール狙撃と、駿河岳、出来型橋。一応こっちですね。26から28。まあ、それぞれね、値上げになってますんで、まあ、一応ね、どうしても欲しいよって方はね、早めのお買い求め、ご注意ください。そして、3034、3041。この辺もまた値上げですね。3034番。ワイドカーバラストの、ポイント用。これは何なんですかね。当時のお値段で見ると、商品名で見ると、ワイドレールかバラストキット F、PRL541、過去280、PX280 対応っていう、まあ、長い商品名なんですけど、一応こちらですね。
これがお値段1980円だったのが、まあ、2200円値上げたか、まあ、約1000円近くの、2年間で値上げと。で、あと、伏線、高架橋の、3041、3044。こちらに関しても、まあ、4個入りと10個1組。伏線高架橋が4個なので、おそらくあるかな。あの加藤でいうと、あの普通の、橋脚、まあ、多分あると思うんですけど、その辺のやつが入ってるやつですね。まあ、これに関しては、808円だったのが、まあ、1期の値上げと。まあ、先、そうですね。先住年計し1期の値上げと。で、購買供給セット、多分ですね、段階分で上がっていくセットだと思いますが、2200円が、2530円だった結果、そうですね、こちらも約1000円近くの、値上げになります。で、その他で見ると、3050番か。これは今回初めての値上げになっているはずです。で、3051から50番のみですね。51番のみ、PC 供給青色。ちなみに緑は今回、前回値上がってないんですね。伏線トラス提供青、F 青ですね。伏線 PC 供給日本付きが、1980円が2288円と。なので、こちらも約、800円近く値上げになってます。ただ、なぜか緑だけはね、そうですね、ワン段階しか踏んでませんの、ね、で、今後もしかしたらね、緑が、そうですね、緑がもしかしたら今後値上がる可能性っていうのもありそうですね。ただ、ちなみに前回の緑の価格、まあ、こちら書いてますけど、2288円の青が、まあ、2300円になってますんで、そうですね、まあ、この辺の8円の誤差が今後どうなってくるか。まあ、それに関してはクリームをそうですね、3053番とか。で、デッキ型表に関しては、ワイドレール用 S70 信号機用ってやつみたいですね。違うわ。あ、3050、今回なし、失礼しました。3241。3241だと、3241。3241から43。これ前回値上がってませんね、41から42。デッキ型強熱と、ホームグレードパッツと、これは今回初めての値上げになっているみたいです。で、その他で見ると、3200の、55番、56番。これは今回の値上げですね。一応こちら値段ありますんで、ご注意ください。で、その他60番、69番も初めての値上げですね。特に前回まではね、上路式単線トラス鉄橋 S208F 深緑までだったんで、まあ、前回値上げなかった3267以降、全員が今回、ね、値上がってるかなって感じですかね、この辺含めて。で、あとはフォークリフトとか自転車とか、まあ、この辺でちょっと重量関係とか。で、今回ね、車両ケース類も、値上がってきてますんで、まあ、今後ね、N ゲージ発売の車両セットも、まあ、そうですね、700円近くのケース代っていうのはね、上乗せされていく可能性がありますんで、まあ、今後ちょっと要注意かなって感じですかね。まあ、特に車両ケースに関してよりもね、今まであの値段がまちまちだったんですけど、まあ、例えば6両用と、まあ、重量で、まあ、値段まちまちだったのが、まあ、一律2200円になってきましたんで、まあ、正直なんですけどね、今後も、はっきり言いましょうか、まあ、トミックスの、ケースっていうのは、そうですね、魅力がないのかなと思います。だったらもう、ポポンとかイモンとかで、まあ、中古のカラケース1個500円ぐらいで買って、ウレタン買っても、まあ、1000いくら、ウレタン1本800円ぐらいか。多分ポポンのウレタンだと安くて、1本600円とか、キャスコのウレタンですら800円ぐらいなんで、まあ、1300円ぐらい。だったら、まあ、新品で2400円出すんだったら、まあ、そうですね、そっちの中古の方が、まあ、多分中古のカラケースだとね、まあ、たまにちょっと匂いが癖ですからんで、まあ、基本的にでも中古のカラケースって、ポポンはどこだかな、最近ポポンでもあるかな、中古のカラケースでもあの封されてないんで、簡単に中身とか確認できるようになってますんで。まあ、そういう形式の、ね、お店だったら、楽なんで、ね、まあ、ちょっと匂いとかも確認せずお買い求めくださいっていう感じですかね。で、レールクリーナー、マルチクリーニングヘッド、交換クリーナー、レール、ですね、車両のクリーナーですね。まあ、この辺のヘッドとかの、セットとかレール類も一気に上げと。なので今後出荷してくる、マルチクリーニングカーのレールセットとかっていうのも、ちょっとだいぶ値段は高くなるんですかね。あ、そうですね、そんなんですかね。あ、そう、やっぱごめんなさい。その前に値上がりましたね。マルチリンカー、まあ、一律で1100円の値上げと。で、レールカーセットもそうですね、値上がってますね。ごめんなさい。こっち見てたんでね、プシャーとか、なんだっけ、ヘッドだけ値上がるかと思ったら、ここにガッツリ、車両も値上がりって書いてありましたね。失礼しました。一応ね、ここまでが、アクセサリーですかね。まあ、アクセサリーって言ってもわかんない。まあ、レールクリーニングカーですね。こんな感じですかね。まあ、特にこの辺だとね、3000円ぐらいになりますんで、すごいっすね。まあ、そんな感じですかね。で、ここからモーター類のパーツ、145品になります。皆さん多分ね、お買い求め M13 モーターとかあると思うんですけど、まあ、今回ね、M13 モーター、400円ぐらいの、500円ぐらいか、一気に値上げになってますんで、まあ、予備で M13 モーターとかね、持ってないよって人は、早めの、お買い求めしといた方がいいかなと思います。で、一応、ここに対応品番載ってますけど、基本的には、多分ネットとかで検索すると、例えば0617って検索すると、まあ、どういうタイプのカプラですよっていうのが、まあ、Google で引っかかりますんで、ちょっと待ってくださいね。0617。まあ、あとはね、イモンとかにも、その詳細とかっていうのが載ってますし、まあ、一応トミックスのね、公式ホームページにも、まあ、載ってますんで、主な使用形式とかっつって、まあ、例えばこの0618なんかは、まあ、主な使用形式者は、ED75。まあ、こちらの、7139、7140に使用しますよっていうふうに記載がありますんで、まあ、同じ、フライホイールの、まあ、動力を使ってるやつは全部使いますよ。で、その他0617で見ると、普通に M13 モーター、まあ、2022年1月発売で、まあ、主な形式としては281系のハルカーとかって感じで記載がありますんで。まあでも基本的にはあれですかね、全部の動力は7811のかな、もしかすると、あとは。まあ、あとはね、各説明書に、M13 モーターの、使用品番っていうのがありますんで。
そうですね、その辺は。ちなみにタイプ5は EH500 ですね。失礼しました。これだけいろんな、ね、タイプの、モーターっていうのはありますんでね。まあその分、まあそうですね、1個で金額がね、だいぶでかくなってきちゃいますんで、まあ、壊れた時の補修とかにはね、なるべく早めにお買い求めしようがいいかなと思います。で、ドルゲイトですね。まあ、補助動力として、まあ、周囲パスとして売ってる200球系とか、そうですね、200球系とか、まあ、201系とかね、こういう、まあ、単品で、まあ、普通にもう、加藤のアッシーセット。加藤も大体ドルゲイトとか台車とかって別売りしてるんですけど、まあ、トミックスもね、そういうドルゲイト売ってるんですけど、まあ、そのドルゲイトも、ね、今回一律で、ほぼほぼ値上げと。まあ、大体そうですね、1000円近い値上げと言っちゃっても過言じゃないんで、ね、まあ、一応ね、ご注意くださいと。で、あと単品のアルカパラですね。まあ、これは別に補修パスとして売ってるんですけど、まあ、別に特段買う人はいないと思います。でそしてこの辺も、まあ、カプラーの復元までとか、まあ、この辺は、ね、いろいろあると思いますので、ちょっとね、お買い求め、ちょっとね、ご自身でちょっとすみません、お調べくださいと。で、こっからですかね、まあ、特に俺も今回ですかね、イオン系の17の時にお世話になった、通電カプラセットですね。まあこの辺も大体100円近くの値上げという感じになっております。で、この方からね、こちらですね。で、あとティーナカプラですね。三つレンジ連投のティーナカプラ、今回一律110、消費税込みで110円ですね、値上げになってますんで、ご注意くださいと。まあ、一般的に皆さんがね、使いやすいカプラとしてみたら、そうですね。まあ、JC25 ですかね。例えば、京急なんかはね、JC25、グリーマックスか。グリーマックスは京急の JC25、復元バネがないやつ使ってくださいねっていう、Q207 系っていうカプラなんですけど、これ。まあ、それ使ってくださいねっていう記載がありますんで。まあ、でも俺みたいにね、TN カプラはブチギルはスカートブック壊すで、新しいタイプの、ね、TN カプラっていうのも、まあ、こっちの方ね、つけれますんで。まあ、その辺はね、大丈夫かなっていう感じがしますけどね。で、あとそうですね、まあ、一般的には JC6328。まあ、四国の2000系とかでね、使う人は多分 JC6328。まあ、俺みたいに、ね、使う人は多分この辺がとか。あとは SP クロン電連とか、この辺もね、まあ、全部一律で、ね、値上がってますので、ところどころね、歯抜けっていうのがあると思うんですけど、そうですね、多分ところどころで歯抜けがあるんですけど、この辺の歯抜けっていうのは、ね、基本的にこの辺の JC63X とかっていうのは、基本的にジレン型の品番になりますんで、まあ、ジレン型含めて、全部のカプラが多分値上がるって感じかなと思います。まあ、最近で言うとそうですね、SP クロンの JC63Q3、多分これ E235 系の1000万台用、スカセン用だと思いますし、あとはそうですね、103系の配管付きのいいやつとか、多分その辺っていうか、だから単品で一応、全部発売しているカプラが、今回値上げかなと思って、だから6個入りのカプラっていうのはね、今回値上がりませんので、そうですね、その辺はありがたいのかなっていうのが印象かなと思いますけどね。あ、値上がるのかな、もしかして。いや、6個入りのカプラは大丈夫ですね。よかったよかった。そうですね、6個入りのカプラで、03っていう GC の品番つかないんで、これはよかったですね。で、一応 GC6387 お知らせしておきます。こちらですね。今多分話題の配管付きカプラスは JC6387、こちらですね、密人型ティーンカプラ SP クロあると思うんですけど、これもね、440円か550円で上がりますんで、一応ね、今現在調べたんですけど、やっぱりイモンとかね、在庫ないんですよね。でもしかするとやっぱり問屋に在庫ないっていう可能性があるんですけど、まあ、イモンとか販売店も、なんつうのかな、まあ、値上がるっていうのが、まあ、多分これ情報は多分リリースとか、まあ、ポポンとか確認してると思うんで、まあ、自分ちの、まあ、経由する問屋さんに、まあ、確認取ってもらえると思うんで、まあ、もしね、どうしてもね、まあ、カプラ100円ぐらいだっていいんですけど、まあ、1箱もらわなかったらね、まあ、2000円ぐらい値上げになるんで、そうなんですよね。今までカプラ1箱定価で買ったら8800円だったのが1万1000円になるんで、まあ本当に5個ぐらいがね、多めに買えてたのが買えなくなっちゃうんで、多分おそらくほとんどの店舗さんが、まあ、出荷分っていう扱いになってるんで、今現在多分イモンで、イモンとか、まあ、問屋にある在庫分とか大丈夫だと思うんですけど、まあ、あと特にそうですね、まあ、問屋に在庫なくても、まあ、業者さんの方に発注、まあ、どうだろうな、問屋に在庫なければね、多分業者が急いで製造するしかないと思うんで、まあ、時間はね、かかっちゃう可能性があると思うんで、一応それはね、まあ、販売店とかに確認取ってもらって、で、問屋さん経由っていう感じになると思っちゃうんで、まあ、致し方ないんですけど、まあ、なんで、どうしてもティーヌカプラとか、まあ、値上がっちゃってね、まあ、ある程度、まあ、特に客車列車なんかね、ある程度の数が一気に必要になったりとかっていうケースも、まあ、なきにしろあるんですかね。まあ、今回の夢空間も発売されましたし、で、北斗星は遅延しちゃいましたし、なので、そうそう、北斗星の遅延が発表されちゃってますんで、確か北斗星はさらりと遅延するんですよね。確か北海道編成かな、北海道編成の北斗星っていうのが遅延が発表されてますんで、例えばね、この北斗星とかのやつも、まあ、全部をね、配管付きのカプラに変えたいよっていう人が、ね、いれば、まあ、その辺の数が、飛びますんで、そうですね、そういう場合は一応、店舗の方に確認取って、まあ、客中聞くんだったら、ちょっと客中してもらっちゃった方が、楽かなと思いますね。うん、その辺はちょっとそういう感じがしますね。一応この、この辺のカプラに関してはね、すいませんが、一応皆さん、ご確認ください。特にカプラはね、もう来月で値がっちゃう、ね、急ぎ品になりますんで、ご注意ください。そしてパーツ類ですね。パンタグラフになります。非常に2024年の2月1日なんで、まあ、おそらくね、鉄コレに関与してるんで、今回ね、スルーしてもらえたらなと思って。まあ、ちょっとところどころね、欠番っていうのもありますんで、まあそうですね、この辺は品番調べつつ、まあ、どういうのが、どういう適性かっていうのはね、ちょっと申し訳ないですけど、ちょっとすいませんね、調べてもらって。まあ一応、鉄コレなんかはね、箱とかに、どの品番のパンタグラフが、なんつうの、必要ですよとか、一応ホームページの方にもね、一応今は記載されてますんで、パンタグラフなんかね、一律200円の値上げなんで、だいぶでかいんですよね。まあ、なので本当に、そうですね、
まあ、でかい8両編成とか買っちゃうと、まあ、一撃すずでドドンっていっちゃうんで、まあ、要注意なんですけど、まあ、だから本当に今後ね、鉄コレなんかも本当もう、あの N ゲージの介護感とは言えずにね、まあ、本当に値段だけ値上がったただのクソ品っていう感じがしますんで、ご注意くださいっていう感じですかね。その中で唯一ご案内だけしておきたいと思います。2月発売予定として先月案内されました、鉄道コレクションですね。静岡鉄道2000型、創立80周年ラッピングセット2両セット D。こちらちょっとパンタグラフに1箱必要。まあそんなに値上がるわけではないですけどね。一応値上がるかだけ確認。あ、値上がりますね。製品番号 PS30、ごめんなさい、300? ん ?PS350B ですね。これですね。この0245っていう、27番ね。これに乗ってる PS35B。こちら静岡鉄道の、パンタグラフ対象製品になりますので、念のため、お早めにお買い求めしておくことをお勧めします。まあ別に200円ぐらいの値上げだったらいいよっていう人はね、まあ大丈夫だと思いますけど。まあ、俺はね、結構そういうところはね、ケチでがめついんで、一応ね、200円の値上げでもね、先に買っちゃおうかなっていう感じはしますんでね。で、その他一応ね、1月発売予定の鉄道コレクションでも2月に遅れたりっていうする可能性がゼロではないんで、ついでにご案内だけしておきたいと思います。1月発売予定の鉄道コレクション、神戸電鉄2000系と5000系ですね。パンタグラフどちらも0258が使われております。2000系とも5000系ともに1箱ずつね、使いますんで、仮に、ね、両方とも予約した人、PT48、4811ですね。2個入り。こちらもね、まあ、2セットとも予約した人はね、パンタグラフだけで、まあ、1500円になっちゃいますんで、1000円がね、1500円は、だいぶね、でかいかなという気がしますんで、一応0258、一応ね、西鉄用にはおすすめかなと思います。で、JR 四国はね、ディーゼルカーなんて関係ないですね。で、あとは1月はないよね。多分あとは12月とかの、ベリーハッピートレインとか、京成とかっていう扱いになると思いますんで、さすがに12月がね、2月に遅延ってすることはないと思いますんで、多分大丈夫かなと思いますけどね。まあ一応仮に京成のご案内をしておきましょうか。京成電鉄ですね。0259と0246。まずこちらですね。0259が PT8002N。ごめんなさい。これがちょっとどっちの車両対応かっていうのが俺もごめんなさい。ちょっとわかんないんで、申し訳ないんですけど。一応ね、京成の3600ターボコンに使える、パンタグラフですね。一応まあどっちにしろ2箱必要なんでね。0259ですね。0259の PT8002N。そして、0246の、PT7113。あ、これですね。多分ね、この0246の PT7113D。ごめんなさい、PT7113D か。これが多分ね、3050系だと思う。3150系か。俺も今回買ったの、相鉄のテスコレがね、この 7113D っていう品番使われてましたんで、おそらくこっちがシンパ。こっちがね、ひし形パンタっていう感じだと思います。一応ね、1個ずつお買い求めください。ご注意ください。そして、東部のベリーハッピートレインですね。こちらパンタグラフ番号が、同じ0246で 7113B。形成と同じパンタグラフ、東部のベリーハッピートレインも使っているみたいです。一応これ D と B ありますんでね。どちらも京成と、ベリーハッピートレインも D の品番使われてますんでご注意ください。あとは、そうですね。あとは、身延線ですかね。身延線の方が、国鉄32系、身延線。パンダフォルマンガは0224。一応これですね。PS13 乱暴付き。こちらになりますんでね。一応、まあ、一箱買えばね、二編成に使いますんで、予約してる人とか、鉄コレ買おうかなって考えてる人はご注意ください。あとは多分11月発売の鉄コレになりますんで大丈夫そうですかね。そもそも11月発売の鉄コレがですね、リニア鉄道コレクションで、パンタグラフとかがもともと関係ないよっていうセットになりますんで、大丈夫かなと思います。強いて言えば、そうそう、あとは留萌本線か。留萌本線のさよならセットとか、神戸市電になりますんで、11月そうですね、発売の、再来月か。再来月発売の鉄コレ大丈夫かなと思います。そうですね、大丈夫そうですね、基本的には。そういう感じになりますんでね。で、一応、そうですね。あと、まあ、来週発売、出荷案内される。あ、ごめんなさい。製品発表される。まあ、その、鉄コレとか、その辺の中で、使う品番っていうのは、ね、多分記載されてる、そうですね。まあ、基本的には記載されなきゃいけないはずなんで、まあ、記載されてますんでね。まあ、その時には一応、そうですね。この、ダウンロードデータ、一応保存してますんで、まあ、その時にね、このパンタグラフ値上がるんで、値上がる前に、まあ、だから本当に鉄コレ買う気がある人はね、まあ、パンタグラフ買う、だけでも先に買っとけばっていうふうにはね、案内したいかなと思いますんで。まあ、なんで、俺もね、ちょっと N 化されてないパンタグラフの鉄コレとかもね、ちょっと急ピッチで探してみて、ちょっと急いでね、N 化はしたいかなと。まあ、まだ2月なんでね、3ヶ月はいよいよありますんで、そうですね、その辺は大丈夫かなっていう気がしますけど、ね、まあ、なので、本当にカプラと、動力ですね。今回こちらはちょっともう急ぎで、在庫とか、確認した方がいいかなと思います。で、一応これごめんなさいね、一応今回これが今年の11月値上げと、で、さっき言った、3247とか。3246か。そうですね、この辺の、まあ、一部のカプラとか、あ、ごめんなさい、橋脚ですね。この辺一部かぶってるやつ、まあ、2年連続で値上げだよって言いましたけど、まあ、その前にもね、トミックスちょっと一度値上げしますんで、ちょっとその時の値上げもちょっと調べてみましょうか。2022年以前の価格改定だと、乗ってないな。
あ、ごめんなさい。今年の6月ですね。今年の6月にも一部価格改定されてましたね。その時に値上がったのが7月3日出荷分から、レールセット31品、建物60品、制御機器、リトルアーモリザ人間と。前回はでもレールセットがメインプラス単品のレールとか、で対抗しかもか。例えば今回この、この辺の4000番台が全部欠番してるんですけど、この辺全部ホームセットですね。今年の6月に値上がってるみたいです。あとはまあ、リトルアーモニーシリーズはなんかすげえ品番がトッピロムしないんで、まあちょっと案内しませんけど。なので今年の6月、値上げた分に関しては全くもって被ってなさそうなんで、大丈夫かなという印象ですかね。そうですね、印象ですね。ホームセットとか、あとはもう、その建物は、まあ、全部4000番台シリーズなんで、今回ね、全部、欠番になってますんで大丈夫だなと思います。ただ、レールセットもそうですね、9万番台なんで、今回は大丈夫かなっていう感じですかね。なのでね、まあ本当トミックス、この2年間で、これが3回目ですかね。ごめんなさい、4回目ですね。そうですね。あ、ごめんなさい。3回目か。あ、違う。3回目あ、3回目か。去年の11月に上げて、6月今年に上げて、10月。また価格改定で11月から値上がりますんで。まあ、去年の12月、7月、今年11月。まあ、2年間でね、まあ、3回の値上げ。そうですね。トミックスも、まあ、ちょっと今後はね、まあ、本当にそうですね。N ゲージからの撤退っていう、まあ、この一文字、一言葉っていうのを、まあ、おそらく10年後、20年後、ちょっと危うくなってくるかなと思いますね。本当に給料が値上がる中ね、こういうパーツとか値上がると、そうですね、本当にね、人間の支出っていうのはね、明らかに財布の紐はきつくなりますんで、まあ、それでね、業者の売り上げが、ポシャって、まあ、ほんでね、ロトリマの人が出てくるのは、それはね、別に業者が値上げたせいでね、まあ、ロトリマ言うんで、それはまあ業者の責任かなとは半分思いますけど、まあでも人によって価値観で違うんですよね。まあ、従業員の雇用とかさ、原材料費値上がってるんで、それ守るために値上げるのは仕方ないだろうと思いますけど、まあ、それで値上げた結果ね、飲食店とか客離れが進んで、どんどん倒産してるんで、じゃあそれが一概に正義かって言われた場合にね、はたから見ると悪なんですよ。売り上げ下がった原因は業者側にあるんでって話なんで。まあ、俺ははっきりそういうことはね、ズッパズバ物は言うんで、ちょっとね、まあ、そういうのがね、嫌な人からしたら、まあ申し訳ありませんけど。まあ、俺もね、昔はカードショップの副店長やって、まあ、買い取りとかね、販売とかやってたんで、まあ、わかるんですよね、なんとなくは。まあ、会社のトップではないんで、まあ、あれなんですけど。でも、帳簿つけたりしながらね、いろいろやってたんで、少しはね、わかるんで。だから簡単なんですよね。お客を獲得するのは難しいんですよ。本当の話すると。まあ、こういう業者も多分そうだと思うんですけど、いかに N ゲージもね。まあ、特に N ゲージの業者なんて言ったら、まあ、例えば加藤トミックス、マイクロ GM、まあ、4社ありますけど、他社が出してない車両。もしくは他社がここは出してるけど、ここは弱いんで、うちはこれよりちょっとグレードアップするよとか似た同じ製品だけど、ここが違うよっていう、まあ、ちょっと失礼なんですけど、まあ、喧嘩吹っかけるような感じ。そういうので、いかに顧客を獲得するのかは難しいんですよ。特にやっぱり高いんでね、N ゲージって単価が一撃で。ですけど、まあ、顧客を獲得するのは難しいけど、顧客を話すっていうのはサービス業においても簡単なんですよ。なので、まあ、そうですね。昔、俺がスーパーで1年働いてた時の店長なんかはね、本当に、うん、いいこと言ってましたからね。あの店長今出世して、なんか、エリアマンチャーなんだろうかな、あのハゲ店。ハゲ店って、ちょっと本人聞いてたら申し訳ないですけど。あの店長、なんだかんだ口悪かったですけど、俺好きでしたからね。あれって結構ね、ちゃんと仕事してればね、評価したりしてくれるんで、一回だけあの理不尽に怒られて、正月ぶっ飛ばしろかと思いましたけど、それ一回だけあったね、あの店長一回だけ正月でぶっ飛ばしろかなと思ったんですね。それはまあ、浮いてる話ですけど。まあ、そういうのが、ね、ありますんで、ね、本当にいざ自分で、ね、やってみると分かるんで、大変さんっていうのはね、まあ、業者のこともね、まあ、特に業者ってなるとね、まあ、普通のね、販売店とか違って、まあ、工場を抱えて、で、工場の人間プラス、まあ、本社の人間プラス、まあ、ホイホイってなりますんで、まあ、多分、おしゃると偉いぐらいの多分ね、規模で潰れると思うんですよね。まあ、特にトミーテックとかで見ると、まあ、タカラトミーブランドの中の一社になりますんで、まあ、本当になんつうのかな、タカラトミーで見るとね、まあ、プラレールとかトミカとか、まあ、そっち系のね、おもちゃっていう風にも派生はしますんで、まあ、でも逆に言うと、どうなんですかね、まあ、多分おそらくそうなってくると、N ゲージ部門からの撤退って感じで済むんで、まあ、N ゲージの整備工場とか、あとまあ、栃木のおもちゃの街、多分そっちに整備工場かなんか、整備工場か、あれかな、多分製造工場持ってると思うんで、まあ、そこの、まあ、人員が、まあ、リストラされるだけだと思いますんで、まあ、業者部署内でね、まあ、なんていうのかな、部門整理っていうのが、まあ、整理解雇にはなると思いますけど、そのうちは。まあ、本当にね、危なくなれば。そうですね、まあ、その一途を、まあ、そうですね、巡らなければいいですけどね、まあ、トミックス、ちょこちょことね、やっぱりまあ、炎上することが多いんで、本当に、ツイッターとかでもね。まあ、クオリティは低いわ、顧客対応舐めてるわで。うん、そうですね。まあ、今後どうなっていくか、まあ、要注目かなと思いますね。出荷面とか特に出てないんで大丈夫そうですね。まあ、とりあえず、そんな感じになりますんでね。一応自分が欲しいパーツとかちょっと分かってるよって人はね、一応ちょっとお知らせの方、こちらですね。ホームページ行ってもらって、こちらの、ね、お知らせの、下の方ですね。
下の方行ってもらうと、このお知らせの価格改定というふうにありますので、一応にご確認の上、お買い求めくださいっていう感じですかね。はい。そんな感じかなと思います。ちなみにこの情報更新は何が？ああ、なるほどね。遅延のご案内か。遅延とか。ああ、なるほどね。再生産の案内がチラッと出たの。あれ、カシオペラ再生産入ってたっけ？知らないんだけど。え、知らなかった。ほんま、なんでもいいや。そうですね。後期5万もちゃっかり再生産が入ってると。知らなかった。あとは製品リストあるんですかね。あの、発売した製品のリストの案内とかね。まあ、そんな感じかなと思います。はい。一応そうですね。まあ、来週トミックス。そして多分おそらく来週の水曜日かな。まあ、多分おそらく来週終わるから確かトミックスがもともと生放送しますよっていう12時か。来週の木曜日に12時に生放送しますよっていう予告もしてますし。まあ、おそらくその中でね、イベント発表のスペース X 触れられたりとか。まあ、そうですね。一応2024年度かな。ツイッターでポスター見たんですけど、まあ、2024年度内発売ってことなんで、まあ、おそらくね、発売するのは、来年の、ごめんなさい、いや、来年か。来年の4月から、再来年の3月末まで。まあ、あとね、まあ、猶予的にはあと1年近くかな。まあ、製品発表するまでだともう、ギリギリですけど、4月発売だと。でもおそらくまあ今回イベント発表して試作品作って多分そうですね自慢したいかなっていうのが多分トミックスはそうですね試作品作ってこんな感じでボディのスキンできましたよっておそらく自慢すると思いますんでなのでおそらく製品発表はね今年の5月6月頃ですかねになると思いますんであ来年か来年のおそらくそうですね5月6月頃で、っていう感じですかね確か2024年度末だよなそうですね、価格見て、発売月見て、多分ね、その、全日本模型ホビーショーの時の、多分ポスターがあれば、ちょっとわかるんですけど、確かね、年度末っていう表記されてたんだよ。ああ、そうですね、一応こちら。これ、ツイッターにある画像なんですけど、一応ね、2024年度か。2024年度なんで、発売としてんだよね。もう本当に再来年の1月、2月、3月って可能性もね、なきにしろあるなんで。この辺はまあ、そうですね。だからまあ、可能性で言うと、来年の8月、来年の8月、夏頃に、まあ、一台っつって、ドーンっつって出して、まあ、発売はおそらく冬のボーナス見込んで、そうですね、まあ、4か月、5か月後。まあ、冬のボーナスがちょっといつ頃まで出るかっていうのが俺ちょっとわかんないですけど、冬のボーナスっていつ一般的には。ごめんなさいね。俺、ボーナスとかね、もらったことないんで。でも、一般的に冬のボーナス支給日、国家公務員は12月10日か。で、民間企業は12月中なんで、まあ、おそらくそうですね、今年、来年の、まあ、6月、7月頃発表で、まあ、12月。クリスマスに向けての多分挑戦かなっていうふうには、スペシャル X ですね、思いますんで。まあ、あくまでも、ね、一ギャンブラーの予想なんでね、ちょっと申し訳ないんでね、あれですけど。まあ、ちょっとね、そういうふうに覚えてもらえたらありがたいかなと思います。はい、そうですね、そんな感じかなと思います。一応、それ以外のはね、N ゲージの案内っていうのは、まだマイクロレスのね、新製品発表が、そうですね、もう今日、5日目なんですけど、まだ出てないんで、まあ、ちょっとね、ホームページで更新され次第、案内はね、していきたいかなとは思いますんで。そうですね。マイクロ S はまだやっぱり、出てないですね。新鮮アップの情報は。なんと、おそらく来週中ですかね。来週中にまた、マイクロ GM トピックス3社出ると思いますんでね。で、次第ちょっと動画の方で、ちょっと撮っていきたいかなというのがありますんで、すいませんがお待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。